素晴らしいな。ねえ、樹林が。予想したいってもの撮る気ないもんなもんね。これよりこのゴンドラは山頂駅を後にいたしまして、一路山麓駅へと向かってまいります。山麓駅までの所要時間はおよそ10分となっております。途中、鉄塔を通る際、ゴンドラ揺れますので、ご注意ください。この辺り、進行方向右手隣に、だけど向こうの方が風が強いのかね、形がね、そうだね、向こうの方がいいよね。八甲田雪中行軍の銅像がございます。雪中行軍とは、明治35年1月、一路戦争の青森から田牧野を通り出して、三本木へ抜ける途中、浦半島にあたります八路台高原のあたりで吹雪に遭い、210名が遭難し、もういいね、これもね、119名の兵隊が犠牲になったと言われております。そしてこの小高い丘の上には捜索隊の目印になったと言われております、五島五町の銅像が建てられております。それでは八甲田山について。